はいどうも、はじめきよしろです。いや眠いね。いや、喋りたくなっちゃった。ちょっとメガネ変えなきゃな。メガネ変えよう。よいしょ。目悪いんでね、俺もこのメガネつけて視力 0.4 なんですよね。メガネとはっていうね。でこのメガネつけても 0.9 なんですよ。いや1にしろよって思う。 1.2 くらいって。でも 1.2 のメガネってバカきついんだよな。なんでだろうね。2くらいの度にさせてくれないんだろうね、メガネは。 0.91 あたりでうわってなっちゃうんだよね。あーやっぱすごい見える。でなんか俺が前使ってたバカメガネあるじゃないですか。あんまバカメガネは今1個ありますけど、なんかあのめちゃくちゃ茶色なメガネあるじゃないですか。あれつけたらなんか目のそのバランス、どのバランスが違いすぎて気持ち悪くてうーってなったし、そんな度強くないのに腹立つなと思って。ムカつかないですか。そんな度強くないのに、どのバランスが悪くて気持ち悪くなって、すげえ腹立った。ふざけんなよって。気持ち悪くなるんだったらもっと見させろよってね、なりますよね。本当になりますよねって。何の共感を求めてんだよ。まあ、モンスタージョン TV 俺好きだけど、アンチをめちゃくちゃ抑制するからやっぱそういう人だったのかって思っちゃってね。めんどすごい頑張ってんだろうね。アンチがこう全部さ、一つ一つ手作業で潰してんだろうね。ぬるんぽチョップチョップ、この動画一番再生されてますね。11月2日に動画投稿してますね。11日、まあ久しぶりですよ。最近はなんか10日、毎日10日じゃなくて10日に1回って、いやそんな普通のこと言われても。前はなんか1ヶ月のなんかね、村田先生みたいな更新頻度でしたけど、まあ、村田先生っていうのはね、あのアイシールド21、21って言っちゃうんですけどね、俺は。マイシールド21も読まなきゃな。漫画、そう、漫画最近読んでないけど、とある魔術のなんたらかんたらと、とある科学のなんたらかんたら、見たいよね。とある科学のなんたらかんたらいいなって、いや、いいな、女の子いいなって、女の子いいなって思えそうだし、いいし、とある魔術のなんたらかんたら、なんか新薬の方がすごい進んでるんですけど、あれどうなってるんですか？みんななんか、フレンダがバラバラにされたで、みたいに、バラバラじゃなくて、切断されたでってとこ、どうなってんの？なんか更新バカ遅くない？あれってなんかアニメの更新が早すぎちゃって、漫画が追いつくのを待って今年から魔術なんでしょ？見たらアニメがバカみてえに早くて、いやそんな早くすんなよってなって、だから多分月1、まあ、月1、まあ、月刊連載なんだろうけど、月刊連載ってか、ウルジャンじゃねえ、あのジョジョリオンと一緒その月刊連載代表に言われてもね、まあ、コロコロコミックと一緒ですよ。まあ、そういうノリでやるから単行本が場が遅いんだよね。場が遅いから。だけどなんかストーリーは大体できてるから、アニメの人よろしくっすみたいな感じでやったら普通に漫画が追いつかなくなったってパターン。ドラゴンボールスーパーパターンね。でもドラゴンボールスーパーはドラゴンボールスーパーの方があの全く話が違うらしいから、うん。まあね、ドラゴンボール見るかっていうとね、やっぱドラゴンボールは漫画で見た方がいいらしいですね。なんかすごい尺がうーんってなるじゃないですか。でっつでっつでっつたんでっつでっつでっつたんでるででてるででてるでって、すごい音のなんかずれてるよね。音のトーンっていうのかな、なんだ音のあれがずれてるあれって語彙力死んでますね。生きてるよね。あ、すごい、お腹すきすぎてなんかすごいね、ひねりつぶされた高音が喉から出てくる。にっくん、にっくんみたいな音がね、すごい首の喉元から出てきまして、気持ち悪いですね。かわいそう。めでてあげなきゃ。うん。すりつぶされたような高音も、めでてあげなきゃ。うん。ああ、まあ最近、まほどさんがうむ入りましたね。いや、どうでもいいなって思って、俺は何とも思ってないですけど、まあ、うむ入って。だから何っていう、そんな東海オンエアが入った時はウォーってなったけど、まあ、なんか誠さんも
あれもいやっぱマホブさんってやっぱあんま面白いすごいひどいけど、なんか新しい動画もあるじゃん。それでなんか最後 俺は俺のなんたらかんたら出して尖っていくぜみたいなのが、尖っていくぜって超ダセえなって思って、なんかダサくない？俺もダサいと思う、昔は尖っていこうぜみたいなのがダサいと思うけど、まあまあダサいなって思って、俺の中のそういうね、かっこいいかっこよくないダサい、普通の定義ではダサいに当てはまる方でした。すごいディスってる人じゃん。そんな無理して尖んなくてもいいのにって思ったけど、で無理して尖らなくなったのは成瀬ですけどね。俺成瀬大好きなんでって言うけど、そんな好きじゃない今の成瀬は。やっぱ普通に面白かったもんな成瀬は。っていうね。でもここまで、さすがに昔の方が良かったって言っていいだろうの例だよね。さすがに言わせてくれよって、いや昔の方が良かったって言わなきゃダメだろうっていう例はあるけど、でも人気出てるんでね。まあいいって思う人の方が大半なんだから、それでいいのかなのか、まあそれが一般化したっていうか、なんだ大衆化したってやつ。大衆ってまあ多くの人を捉えるような、まあキャッチーってやつだよね。キャッチーな感じでやったのかって、ね、そもそも俺は同じステージにも立ってないのに、なんか同じノリでやってってるっていう、それがちょっと気持ち悪いって思う方もいると思いますが、俺もあと一歩だったんですけどね。ナルセさんと動画撮りたかったんですけどね、めちゃくちゃ撮りたかったけど、普通になんかなかったことにされてね、そんな露骨になかったことにしようとするかよって思うくらいなかったことにされたんで、すげえなんかナルセさん の足を引っ張ろうとしてる人みたいだけど、すごいっすね。へをみんなに聞いてもらいたい、アピールをしたいのか書き消したいのか、どっちなのかって人ですよね。プッてやるだけならいいのに、うーみたいな声出して書き消そうとしてるのね。何なんだろうねその人は。まあ成瀬さんもね、あと何ヶ月したら才能が使えなくなるんでしょうね。あの面白い才能はね、なんかすごい面白かったんですけどね。でも面白いって疲れたんでしょうね。なんか言ってましたもん、次やっぱその方が楽だもんって言ってね。まあ楽しいより楽を選んだかっていうひどい言い方ですけど、俺も面白いことしてないもんな。まあ確かに成瀬さんはずっとなんかね、おちんぽって大きい声で言ってる、もう下ネタを大きい声で言うっていうね、ネタですけど、まああれもあれで面白いですけどね。眠いね、やっぱり眠いんですよ。いやーマジでマックのナゲット食いたいな、あの15ピースでも。なんか意外に15ピースってちょうどいいんだね。いやそんな面白くないな、めちゃくちゃ。成瀬のこと散々つまらないって言っといた次の話が、マックのナゲット15ピースってちょうどいいんすよねって話って、いやーマジで処刑もんですよって。なんで外見んだよってね、外がここにあるっていうね、あのそういう情報をみんな与えてしまった、これは5000円です、はい、情報5000円、すごい時代だな。普通にあの足こすって出た薄く伸びた赤を指にはっつけて見てました、ね、引き伸ばした赤を見てました。まあ真帆さんたちがウームに入ると、ね、すごいですね。まあ事務所としてウームしかいいとこないからね。なんかブランドみたいなノリでやるけど、ウーム以外全部クソだからね、やっぱり。事務所として一番いいのはウームか、事務所入るんだったらウーム、入らないんだったら独立っていうか、なんで無所属っていうのが一番いいと思う。まあバナナさんもなんか辞めちゃったしな、なんかバナナさんもまた辞めちゃったな。バナナさんもなんか統合失調症が再発しちゃって大変らしいからね、1年ペースで直すものを直そうとしてるけど無理やったってなって、まあしょうがないなって、それはなって、しょうがないなって言ったのは、俺が言ったのはあれだよね、頑張りすぎたもんなって言ったら、それが理由じゃないんだったって思って、ああああああってなっちゃった。まあね、大変なんですよってことね。いや大変なんですよってよくわかんないな。もう俺相変わらずねふざけてますね。ふざけてるっていうか、ふざけてはないんだけどね。
ああ、もうこのままでいいのかなって、まあいいわけはないんですけど、まあいっかって思ってね、生きてるような人間ですけど。いやー、テリーのワンダーランド面白いな、 SP で、このノリでイルルカジョーカー出んだろ。うん、やるぜ、出てもやるぜ、俺はやるぜ。うん、まあ1年の間、だいたい1年、まあ半年ペースくらいで出してくるんじゃないですか、リメイク作品。面白いんでやりますけど、いや、ジョーカー3俺どう思うって話で、下切ろ、ホワイトベロベロじゃん。いや、面白いっぽいこと言うな、面白っぽいこと言うな、つまらないんだからお前は。泣いちゃう。いや、泣き真似もクソつまんないな。自分にストイックすぎるっていうのもクソつまんないしな、自分縛りつきすぎるんだよな、その面白いことやろうとすると理想が高くなりすぎて、うん、だから俺何もできなくなっちゃう。だから普通の雑談するしかないんですよ。面白いこと難しすぎだからな、やばいな。最近なんか金属バットさん見て面白いなって思って、うん、めっちゃ面白い。すごいいい人見つけちゃったよ、見つけちゃったよって、なんか発掘したノリだけど、いい人見つけちゃったって、俺の世界の中で見つけたっていうか輸入してきたって話で、それ見つけちゃって、いや、え、何、え、お前そのマイナーなものを掘り起こしてきた感じで言ってんの、キショっていうやつは本当にマジで金くれ俺に。いやー、でも高いイヤホン欲しいよね。いやー、まあ YouTuber のみんな高い靴とか高い服欲しいでしょうけど、俺高いイヤホン欲しい。40万のイヤホンがあるんですよ。値段考えないんだったらこれでしょみたいなイヤホンがあるらしくて、いや、買いたいなーって、いっぱいイヤホン買いたいもん、なんか、あー、なんか人気なんねえから、雑談で生放送すりゃ俺、やっぱ生放送は人気があるらしいんですよね、俺は。うん、もう俺優しいって自分で言っちゃうんですけど、やっぱみんなの変なね、そこまで面白くないの俺に付き合っちゃうんですよ。まあ、やってる時間が大体深夜なんでねって、いや、ひどいな。みんながやってるのに、そらね、あれムカつきますよ、コメント消すやつとか。あれマジで腹立ってますからね、俺。なんかすごい俺心の中で持ってんな。その時は楽しんでるけど、後々考えたら、いや、なんでそんなノリすんだよって。いや、ただただうざいだけなんですけど、かまってちゃんなだけなんですけどって。俺はあれで優しく体重をしちゃってるけども、マジで怒んなきゃダメだもん、あれは。うん、俺厳しく言うとクソつまんないからな、あれ。うん。あれでも笑ったことないもん。みんな楽しいだろうけど、俺をからかってるだけでも、からかってるのお前しか楽しくないんだよ、コメントしてるやつしか楽しくないんだよってね、あの毒が出ました。うん、うん、俺はもう超もう面白いとされてるものに厳しい人間なんで、うん、自分に甘いわけでもない、自分には甘くないしね。うん、だってそれを俺が排出する側じゃないですか。だから結果的に変わんないんですよ、自分に回ってくるの、いずれね。クソつまんないなこれってなるじゃん、やばって思うから、自分やっぱ言動には気をつけなければいけない。普通のことって言うけど、自然体でやらなきゃいけないね。自然体だって許されんじゃん。自然体で出るボケはもうボケじゃないから、それは。なんか、ああ、ふざけてるなって終わりますから。ね。あと、ムカつくのは、なんか、集英社の電子化遅れね。あの、電子化1ヶ月、あれ、わざと遅らせてんの。あれ、むちゃくちゃ腹立つよな。あれなんだろうな、値段も一緒にしてるのもなんかちょっと、いや、ムカつきますよ。なんか、いや、すごいひどい消費者ですけど、いや、値段一緒にするのもちょっとムカつくけど、でも出さないよりありがたいんですよ。いや、とある魔術の新薬がなんかよくわかんない、あの電子版ネットウォーカーだっけ、ブックウォーカーみたいな、よくわかんないやつでしかやってないです。 Kindle か iBook で出してほしいのに、俺 Kindle 派なんで、うん、Kindle で出してほしいのに出してくれないんですよ。なんでって思っちゃうね。いや、魔術のなんたらかんたらのをやってるのに、新薬はなんで出さないのって、なんで意地悪しちゃうのって話ですよね。本当になんでだろうね、ブックウォーカーみたいな、なんたらかんたら。まあでも、いや、そういうこと。あー、腹減ったな、何食いたいかな。俺が今何食いたいのか皆さん当てなくてもいいです。全然大事な皆さんの時間をね、あの僕にね、より使わないでくださいね。動画見るだけでいいんで。いや、結構ハードル高いよそれでも。あー、お腹すいた、お腹すいたし眠いし、うん、
いやー親が見てるんだって、まあ嫌だなって思いますね普通に。腹立つんですよ、つまんないって言ってくるんですよ見て、超腹立つんですよ、お見に分かんねえよってね。でこれを親見ててもいいんだけど、面白いものが分からない人って、俺はそれがすごいとは思ってないんだけどね。俺のお父さんも前ステーキ屋さん行った時、むちゃくちゃなんかワンピースのキャラみてえな笑い方しててでけえなって思って、むちゃくちゃでかいんですよ。そんな気持ち悪い声量、もう声量が、まあ、小さい中くらいでかいキモいなんですよね。いやそんな時間かけて言うほどのことでもないけど、キモいくらい声でかいんですよ。いや本当にみんなが聞いたらそんなかなと思うけど、やめてくれって思うくらい声でかいんですよ。なんそんな面白くもないのにって思って、であと俺がね、まあ お父さんともあんまりコミュニケーション取らないんで、そうなんですよこれ、あんま見せたくないな、まあまあこれ スマホケース作ったんですよ、マザーもでしょ、これねあんま言いたくないんですっていう、普通にプリスマで画像貼っつけてね、あのチューンって届いてきたから、あの合法ではないよね、ちょっとグレーなんで言うならば、でも販売してないからグレーじゃないで、これでなんかアンチが捕まえてきたら悲しいよ、俺はそれは悲しい、それアンチがそれでねイチャモンつけてきて俺に厄介ごとつけるようなもんなら俺は悲しいよ、ただのそれは迷惑おじさんになるからな、まあ、それを作ったんですよ。で俺はスマホ出した時にこれお父さんに見せたくないからしてなんかで、お父さん何それって言われたけど、もうさんなよって思ったけど、お父さんに見せたくないから俺は下にやったんじゃなくて、お父さんなぜかあの食事中は音楽聴くなみたいなことを言うんですよ、うるせえなって、話しかけられたくないから俺は耳にイヤホンつけるんだよって言いたいけどねっていうね、いやすごいな日本人じゃん、言いたいけどねって、そんなのね、いやつまんないんだよって言ったらなんかじゃあ面白いことしろよって言われないけどね、いやクソつまんないんですよ話が、それはまあプロの面白いもん俺が見てるからクソつまんないってなるけど、ひどいんだよな、答えたくないんだよ、全く全くもって答えたくないだからなんで揺れるんだろうね笑うときに、まあ愛想笑いすごいな、まあお腹すいた、いやそれが嫌だから俺は、まあそれも違うんですよ、話が聞きたくないから音楽を聞くんじゃなくて、音楽を聞きたいから音楽を聞くんですよ、ご飯の場だからやめなさいって言われて、関係ねえだろって思って、でそんなんでステーキが来るまでの時間を待たなきゃいけないんだよって思ったけど、そのステーキは俺の中で評価高いステーキだったけど混んでてクソだったしな、すごい口悪いな、なんかローストビーフそこうまいみたいなイメージあったんだけど、なんかね解凍しきれてないっていうか、そもそもソースが全然かかってなくて、いやよかったんだけど、ソースがかかってないことによって脂身のあのうわーっていう油あるじゃん、温まってない油あるじゃん、最悪だってやつあるじゃん、あれをいっぱい噛みしめなきゃなくて、うっって言ってね、まあ、テンション下がりました普通に。で普通になんか前そこのステーキ屋のカレーうまいらしいんだよね、なんかサラダバーみたいなの結構これでバレちゃうけどうまいらしいんだよ、だけど俺はお腹いっぱいで前食えなくて残念だったって思って、残念だったって思ってっていうのも違うけどあの食えなかったから今日こそ食うって言って食ったけど、そんな美味しくなかった、すげえなんか肉入ってるねみたいになったけど、そんな肉入ってないし、でそんな肉入れたら嫌なやつが肉だけいっぱい取っていくだろうって思ってね、だからそんな肉入れなかったっていうのは親切であるけど、むちゃくちゃ肉いっぱいしてほしいけどね、それでも、でも肉って最近だから、まあ1ポンド食えよかった、それだけなんだよ、なんか妥協して300食ったわけじゃない、うまそうなステーキが1ポンドね、その店大体のステーキ1ポンドあるくせにうまそうなステーキ300しかなかったの、はぁって思って、なんでそこだけ意地悪かなって思っちゃうね、そういうの。いやむちゃくちゃバカ高いステーキがわかる、それもそこそこ高い中間クラスなんだよ、いや待てよって、そこは1ポンドってね、やっぱ1ポンドステーキいいなって思って、やっぱでもね、なんかその皿が狭かったんだよね、普通に皿が狭かった、なんかそのジューって焼くやつあるの、焼くやつが邪魔で肉がこんなのくってくるなってんの、なんかよくわかんない肉の下にさあの玉ねぎみたいのがあって、お前なんでいるんだよ、バランス悪くなるだろうって、俺やっぱそのこうステーキにこうやって追っかってほしいのに、こうなるし、なんかこうなるし、こう乗っててほしいんですよ、皿に対してこうステーキこう乗っててほしいんですよ、こうね乗っててほしいのに、こう石なんか熱い石と野菜でこんななってさ、こんななってさ、
どういうことですかって話だし、それも忙しいから、あ、人参ないですかって、人参、あ、人参持ってきましょうかって、いいですってなったけど、普通肉の下に人参あったし、うん、何なんだよって思っちゃってね、いちいちうるさくて。普通に俺もなんかその日なんかね、その週間お腹痛いデイリーじゃないけど、お腹痛いウィークリーだったんで、なんかずっとお腹痛かったんですよ。今も冷房つけてね、お腹痛い日だったんで、なんか飯食いに行くとき俺の体調悪いんですよ。うまい飯食いに行くときに俺の、あ、眠いとかね、眠い、お腹痛いとかなんで絶対、あとそもそも機嫌が悪いみたいな、そういうときにしか俺外食行かないんですよ。外食好きなのに、ね、それも お母さんにケチつけるわけじゃないんだけど、俺が起きた直前に帰ってきて、その結構な量があるんですよ。でも俺食っちゃうんですよ。出来たてがうまいんだもん。出来たてがうまいのに、なんか出来たてに食わなきゃいけないけど、今空気してないじゃん。でも食いたい時にケケって寝ちゃうんだよ。だもう無理なんだよ。俺一生なんだろうな、最高のコンディションでうめえ飯を食えねえ人間なんだよ俺は。えって思っちゃうね。悲しすぎないそれって。えって思っちゃうよねって、なんか違うよね、使い方が。使い方が違うけど使っちゃいました。うん、知ってるよそんな。言うなよそんなこと。まあね、そういう人間になっちゃいました。ちょっとヒートアップしてきましたね。って言ったらもう冷めてきたんですけどね。いやー本当にそういうことです。まあ、テリー面白い。テリー面白いですね。いいえ、ニコニコ。こんなニコニコになっちゃう。とよくわからないです。あ、楽しいわ。いや、なんかもう俺の人生が退屈しすぎて無理やり楽しいを引き出して人間になってんな。本当は楽しくないんじゃないかなって思ったら、そう思えばそう、あ、なんか、あ、意外に退屈じゃないと思うんですけど、意外に楽しいから、うん、でもぎゅうぎゅうじゃないよ。結構スカスカまではいかない、スースーくらい、うん、結構じゃねえか。スッカスカよりスカスカじゃねえか。スースーですよ。スフスフですね。俺は。俺の時間密度、スフスフ。落合陽一さんは、ドド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 ですけどね。あの人は。絶対時間密度、あの人絶対。あの人の1日の時間、あの人40時間くらいありますから、あの人は。ねえよ !24 時間だよ。うん。マジレスね。マジレスクソおもんないツッコミすんねん。いやー、関西弁ってやっぱ面白いな。うん。へーほーあーおーまーほんダイヤガラナイヤガラぐんぬぬ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 なっちゃった。ララ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 ラ